シーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。シーの代表の篠崎です。質問をいただきましたので答えたいと思います。美容室に行って、前回と同じスタイルでお願いしますと言っても、前回と同じにならないのは何ですか？はい。美容室に行って前回と同じスタイルでお願いしますと言っても同じスタイルにならない理由っていうのは結構あると思うんですけど、技術者が未熟ですっていうのはちょっと置いといて、未熟だと同じにならないっていうのは確かにあるんですけど、ちょっとそれを置いといて、ですね、ちょっとこう見てもらうと分かるんですけど、例えばですね、サイドは耳の場所とか、前髪は目が出るぐらいとか、後ろは刈り上げですとかっていう、こう単純にこうポイントが決まってるスタイルっていうのは割とですね、前回と同じスタイルになりやすいと思います。例えばですけど、最近で言うとマッシュ系のスタイルとかで、よくあるパターンとしてはですね、ちょっとこれどこの方のスタイルだかわからないですけど、見えるかな、ちょっと見えますかね。例えばですけど、耳のラインでちょうど、これ全部フロントか、耳のラインでちょうどこう上の毛がここで収まってます。前髪は目に少し触るぐらいです。後ろは自然に刈り上がってますみたいな、もうある程度ですね、形が決まってる、こうレングスが整いやすいスタイルは前回と同じスタイルになりやすいと思うんですけど、微妙なこう中途半端って言ったら変なんですけど、結構すっきりした2ブロックとかですね、例えばですけど、これよく見るホットペッパーのスタイルですけど、こういうスタイルですよね。例えばこうサイドの位置も2ブロックの位置もですね、割とこう、流動的ですよね。低くても OK だし、高くても OK だし、上の長さも立ち上がるぐらいでいけるんですけど、そのまま下まで切ってくると、下の長さ、2ブロックの上の長さはもうちょっと長くてもこのスタイルになるし、もうちょっと短くてもこのスタイルになるんですね。だから、これに関しては前回と少しこう変わっちゃう可能性が、特にですけど、1ヶ月もしちゃうとこう刈り上げの部分って伸びちゃうじゃないですか。でこの伸びて1ヶ月分ぐらいでこう中をきれいにして、じゃあ上は整えるぐらいでいいかなっていうと、なんか技術者の方も、サイドとかあんま切らなくても同じようなスタイルなんで、割と切らないで、整えるぐらいで終わりにしちゃっても同じ感じになるから、やってるこう自分で扱ってる感じとしては、もう前回もうちょっとすっきりしてたなとか、前回よりちょっと短いなとかいうのは感じられるんだけども、技術者としてはそんなに感じてないっていう、要するにパッと見のスタイルは同じなんだけども、こう扱ってる感じがちょっと違うようなスタイルですね。はい。それからもっと分かりやすく言うと、長いスタイルだと、これすいません、画像をお借りしてますけど、でこれを例えばこういう風にしてもらいましたって言って、例えば2ヶ月経ってもう一回美容室に行きましたって言った時に、美容師の感覚としては、こう耳の前回ですよ、ちゃんとこうストックしてあればなんですけど、耳ぐらいの長さ、下は襟足が肩につくぐらいかなぐらいな感じのイメージしかないんですよね。トップの長さのイメージとかもそんななくて、じゃあ2ヶ月か2ヶ月分伸びた分切ればこの形になるかっていうとね、そうでもないんですよね。だからこういうスタイルはすごく曖昧で、前回と変わる可能性がすごく高いですね。で、シーノさんの場合には電子カルテ化してるので、前回のスタイルとかが登録できるんですよ。それで登録してあれば、この回切ったな、この回切ったなっていうのは分かるけど、切ったこう感覚っていうかね、こんなもんだったかなっていう感じで思っちゃうと、多分前回と変わる可能性がすごく高い。さっきのミディアム系のスタイルはすごく変わりやすいですね。それとあと、すごく短いスタイルなんですけど、よくバーバースタイルとか、フェードカットとかっていう感じのスタイルがあるじゃないですか。そういう感じのスタイルも、例えばこう前回と変わりやすいのは、刈り上げのこう薄いところの高さとか、
そういうのが変わりやすい可能性がありますよね。例えばこういう感じのスタイルとかでも、もうちょっと前回はすっきりしてたなとか、今回はもうちょっとこう前回にもすっきりしてないなとかっていう、本人はちょっと感じるんだけど美容師的には感じてないみたいな、ほんとこう、まあ、5ミリとかの違いみたいなところは確かに感じるかもしれないですね。はい、そういった意味で前回となかなか同じになりづらいっていうのはあるかもしれない。例えばこのくらいの人、これ見えるかな、これ相当短いですよね。見えます？相当短いスタイルだと思うんですけど、このくらいのスタイル、そうすると例えばですけど、この回のスタイルって多分もう2週間ぐらいが賞味期限だと思うんですよね。で2週間ぐらいで例えば来た場合に、トップってほとんど切れないですよね。2週間でやっぱ3ミリから5ミリぐらいだと思うんですけど、これ前回と同じようにこう切れないんですよね。整えるぐらいになるんですよ。で整えるぐらいっていうと、例えば変な話だけど、ちょっとセニング入れてこう軽くして終わりみたいな感じでもう対応できちゃうんですね。でそれがですね、1回だったらいいんだけど、2回ぐらいそれを続くと、要するにこう結構伸びた状態で軽くなってる状態になるから、最初の時とはだいぶ違うような感じになってくるとか言って、ちょっとこう前回とちょっと変わっちゃったかなっていうような感じはすると思うんですね。はい、要するに長さのストックがちゃんとこうされていて、前回のイメージとかもちゃんとついていても、割とこうパッと見的には同じになるけど、本当に細部細かいところまで同じになるかっていうと、なかなか難しいかなっていう感じはします。はい、うちでやってる電子カルテで完璧にこう前回のスタイルが分かっていて、前回も自分が切っていれば割と近いところのスタイルまではいくと思うんですね。でその画像のストックがあって前回と同じにならないっていうのは、技術者の何ですかね、こうレベルが低いっていうのも確かにあるかもしれないけども、まあ、結構こう上級者でも前回のストックがなくて、前回と同じお願いしますっつって言っても同じにならないことは割とあるかなっていう感じですね。はい、本当にこう自分でやっててちょっと違うなっていうところまで、完全に違うなっていうのは、あの技術者のレベルが低いかもしれないです。はい、今質問いただいた方がどのくらいの長さによるかっていうのも割とあると思うんですけど、割とさっき言ったようにこうミディアム系のスタイルとか、こうあやふやなところっていうのが割とあるので、前回と変わりやすいっていうことと、それからショートのスタイルで、2週間に1回ぐらい切る方っていうのは、割と上を整えるぐらいで軽くして終わりみたいな感じにすると、前回と違うように、パッと見は同じだけど違うような感じになることもありますということでした。以上です。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また見てね。